はい、どうも、今回紹介するのはですね、富士見のインチアップディスクシリーズの FC ですね。これちょっと注文いただいたので、このタイプはちょっと紹介してなかったんじゃないかなと思いますので、ご紹介させてもらおうかなと思います。ですね、自分としては個人的には、ボディ全体のプロポーションとしては、富士見の FC って結構いい線いってんじゃないかなと思います。青島のやつはね、まあ、かっこいいにはかっこいいんですけど、どうしても FD との共通シャーシっていうことで、ちょっとここのバランスがとか思ったりとかするんです。で、富士見のやつもこれも板シャーシなんですけど、そんなにね、悪い感じはしないなと自分は思ってます。で、前一回組んだんですけど、組んだ時もね、まあこんなもんならいいんじゃないのって思ったりとかしたんですけど、これ前期後期で一応選べるような感じになってますね、テールランプ。まあ、青島のやつだとね、テールランプ別体になってるので、塗り分けがしやすかったりとかっていうのはあるんですけど、どうしても幅がね、ちょっと広いんですよ、青島のやつって。もうアイローネゲート。で、今回これご注文いただいたやつは、ノーマルじゃなくて、このエアロパーツ仕様のやつでね、こうやって。これ確かね、ジャストチューニングかなんかのエアロパーツじゃないかなと思うんですけど、ジャストチューニングエアロパーツついてたっけな。一応ね、ノーマルタイプのやつと、こういうエアロパーツがついてるタイプと、あと峠シリーズと、ぐらいかな、今入手できるのは。で、板シャーシ。組み立ての説明書の上のタイヤ、いやいや。やいや。ヤイヤは、ピレリ P0 となっておりますが、商品にはピレリ P0 またはポテンザ RE711 のいずれか1種類が入っております。何卒ご了承ください。ホイールはサイトですね。これについているタイヤは711がついてますね。で、板シャーシのこういうやつに使える用の、ブレーキの部品ですね。これがついてます。よいしょ。アイローネゲートは、まあ、おまけ部品みたいな感じですよね。でも FC のアイローネって見たことないんですよね、自分。まあ、一応説明書の指示では、テールランプは前期の部品で使うような感じの指示になってますね。映ってるかな？まあ、後期のテールライトを使って後期仕様でもいいかなと思うんですけど。このエアロパーツ付きはね、ちょっとまだ自分組んだことがないので、どんな感じになるのかなと思ったりはするんですが、よいしょ。よいしょ。ですね、どちらも今、ノーマルのやつはこの間、トン屋さん行った時なかったかな。まあ一応このエアロパーツ付きのやつは今普通に取り寄せができましたので、まあね、ご注文いただいたので、取り寄せたんですけど、よいしょ。これはですね、定価がですね、2200円ってなってます。ノーマル仕様いくらだったかな？ちょっとうちでノーマル仕様のやつはちょっと取り寄せたことがないのであれなんですけど、峠シリーズのやつがね、確か一番安かったと思うんですけど、今、峠シリーズの FC って取り寄せできたかな？ちょっと今パッと思い出せないんですが、一応ね、これは今普通に取り寄せができましたので、多分インチアップディスクシリーズの中の FC の中ではこれが今普通に買えるやつの中では一番定価としては高いかなって思うんですが、まあエアロバンパー、エアロ付きのこういうタイプのバンパーとノーマルのタイプのバンパーとね、2種類入ってますので、ただまあバンパーの方は、ノーマルバンパーの方は前期の形状だったと思うんで、あれですけど、これも取り寄せができますので、また皆さんよろしくご検討ください。ご視聴いただきありがとうございました。